いやこれエプリルフールネタとかじゃねえし本物だし。はい、どうもこんばんは。カチャンネルの加藤ダンマフ。はい、実は私ですね、婚活ならな今デブ活をしている途中でございまして、いやもう分かりました。私もこのね5年6年7年ってね、いろいろねデブ活してきたんですけども、もう私の体のことは分かりましたよ。というわけで本日はですね、デブ活中のカズさんに質問コーナーでございます。では早速行ってみましょうかね。はい、まず一つ、おデブ系 YouTuber の座をデカキンから奪おうとしてねえよこの人ね、そう簡単に追いつけない。実物見るとわかるけど、マジでかい。さて、もっと真面目なのねえかな。はい、ただ、デブになって大変なことは何ですか？いや、これ私はですね、この痩せてる時期と、太ってる時期ね、両方ね、何度も知ってるのでわかります。デブになって何が辛いのかというと、今まで履けていたズボンが履けなくなる瞬間がしんどい。だからもう最近はね、お腹周り楽な。パジャマだよね。いやもう一日中パジャマ。ほんとね、パジャマ重要。まあ、あとですね、これはね、ちょっとどうかわかんないんだけども、太ってくるとね、頭がぼんやりしてくる。あとね、なんかね、嫌な気持ちになるんだよね。太ってさ、まあ、人それぞれ、幸せそうな人もいるかもしんないけど、私の場合ですね、負の感情はね、いつもより湧き出やすくなるっていう感じ。いや、これ、デブとガリ、ね、デブガリはないな。デブと痩せをですね、繰り返したことある人は、わかるよね、この感じね。そんで次、セルライトはありますか？あー、出てきましたね。これね、手首を内側にこうするとね、ここら辺がデコボコになるんだけど、これセルライトらしいね。見えねえか。まあ、皆さんももしよかったら、危ない。なんか変なもん持ってるわ。皆さんももしよかったら試してみてください。危ねえ、デブ危ねえな、これな。スマホかと思ったらスイーツ持ってんだから。あー、真面目な質問来ました。筋肉を落とさずに脂肪だけ落とすためにはどうすればよいのでしょうか？いや、多分これですね、筋肉量にもよるとは思うんですけども、筋肉量がね多い人はですね、比較的難しめになるよね。逆にね、筋肉量がね元から少ない人はね、思ったよりは簡単なんじゃないのかな。まあ、ただ重要なのが、食事と筋トレでございます。まあ、筋トレはですね、こういったね、瞬発系のやつ、8回10回がねマックスできるようなやつ、それはですね、部位によって週2回ぐらいって感じでございますね。ほんで次はタンパク質でございますよ。タンパク質がね、自分の体重の、2g かける 2g だから、私今体重がね、85近いからね、1日あたり 170g。 いや、これいろいろ調べるとわかるけども、すごい大変だから、これ食べ物でとるの大変だから、まあプロテインとか使うことになるだろうね。そこまでするとね、結構筋肉を落とさずに脂肪だけ落とすことは可能でございます。以前の私の動画ね、ちょっと概要欄の方に貼り付けておきますんで。いや、結構ね、細くなったからね、この時ね。いやー、でもなかなかしんどかった、これ。はい、そして次、どうやったら太れるんですか？はい、こういったやつをやるとね、逆に俺太れないんだけどっていう方結構多いんですよ。まあ、ただですね、これはね、まあ人によるよね。やっぱさ、人ってさ、まあ顔形いろいろみんな人それぞれじゃん。だから多分ね、この内臓もね、人それぞれ全然違うんですよ。ただ逆に言うとね、今お太りの皆様ですね、あなたの方が優れていると言えます。だってさ、いっぱい食べてちゃんとそれをですね消化して肉として吸収させてくれる。いや、もう人類としてはですね、すごく優れてると思います。逆にですね、太れない方っていうのは、そのまんまね、腸とか行ってさ、栄養がそのままスルンって抜けていくんだよね。まあ、真面目な話、まあ、私の周りでもいます。身長がね、170ぐらいで、体重がね、56とか、めちゃめちゃ食っても56キロぐらいが限界みたいな方がいたんですけども、その人どうやって体重を増やしたのかというと、まあ、普段の飯は当たり前ですよね。もう1日、ご飯4合とか5合食べるような感じでございましたね。それ以外に、もうバリバリに筋トレして、そして、プロテインをガブッと飲んで、もう、どっちかというと脂肪じゃなくて筋肉で無理やり増やしたような感じでございました。そんでもう今ではね、もう、どんだけだろう。体重が、多分75、6ぐらいまで増えた。まあ、20キロぐらい増量した感じでございますね。
ただそれにはですね、もう6年7年と時間がかかっておりますので、やっぱね、元から痩せ体質の方はね、増やすのすごく大変なんだとは思います。まあまずはね、あの筋トレと食事でございますね。そしてデブ活の中での心がけたことは、いやー、やっぱりね、もう毎回毎回の休憩の、まあ、スイーツでございますね。もう私どうやってたら太るのかもよくよく分かりました。やっぱ私の場合はですね、なんだろう、炭水化物系かな？うん、炭水化物と糖質系？うまっ。なんかこれもね、人によっていろいろ違いがあるみたいなんだけども、炭水化物で増える人、ほんでまあこういったね、砂糖、糖質なで増える人、ほんでまあ脂質で太る人、なんかいろいろあるみたいでございますね。まあ私の場合はね、まあ炭水化物いっぱい取れば、激っと太るような感じでございました。そして最後にですね、カズザップはいつから始めますかと、これはですね、どうしようかな。ちょっとキンキンにですね、うん、どっか、ちょっとしたお食事会などの用事もございますので、まあ、4月の5日ぐらいから、まあ、開始したいなと思います。そこからダイエット食だね。まあ、ただね、毎年、カズさんの動画見てくれてる方はわかると思いますけども、まあ、ほぼほぼね、成功いたします。やっぱね、このデブエットしてる時間でさ、すごいしんどいんですよね、なんか。もう痩せたくて仕方ねえな、みたいなね、感情が込み上げてくるからね。逆にね、私痩せたいのに痩せれないっていう方はね、やっぱね、うん、まだまだそこまで追い込まれてないってことだよね。やっぱね、こうやって食べるのもね、まあ、幸せな、うん、うんうん。まあ、幸せな気持ちもあるけども、それよりもね、あ、なんか食べるってしんどいなーっていう気分にもなってくるんでございますよ。まあ、というわけでですね、あ、うん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 。まあ、4月の5日から、またカズザップ開始していきたいと思いますので、まあ、またですね、私の今回の痩せ方などについても、またご紹介したいなと思います。以上ですね、太ってみたけど何か質問があるでございました。